はい、今日はね、日本海にキスを釣りに来ました。めちゃめちゃ天気良くて、まあ早速ね、釣れ始めています。こんなキスです。まあこんなんいっぱい釣ってきます。今日のね、仕掛けはこんな天秤に、3本針のササメ針の仕掛けちょっとつけてます。まあ、そんなにめちゃめちゃ投げてないし、もうちょい投げですね。ゆっくりさびいていく。それにしても暑いっす。まあ30度台半ばぐらいには絶対なるかなっていうような気候ですね。あ、当たります当たります。こんな感じ、プルプルのプルプルですよ。なんかかかってますけどね。とりあえずもうちょっと3本針あるんで、3本ともにかかったなと思ったら上げてみますか。あ、もう上げてみましょう。だいぶ手前ですね。手前でもよく釣れるみたいです。さあ何がかかっているのかと言いますと、はいはい、キスキス、なんだこれ、キスキスコチ。まあ2、30メートルぐらい投げます。そして引きます。簡単です。もう当たってる、もうかかってる。ただ3本針があるからしばらく様子見。いやー、キスの絨毯みたいですね。あ、取れたのかな。いや、いる。ちょっと小さいですよ今回。はい、またキスが2匹。あ、1匹落ちた。あー、波にさらわれていき、さよなら。あー、もう当たる当たる、もう当たりの応酬、当たりの地獄。はい、ひたすら当たるっすね。キス3つ。もうだいぶ手前。あ、もう入っちゃえ。あー、もう足だけインザシーしましたね。めっちゃいい感じっす。やった。上々の立ち上がり。とても綺麗な砂浜になっています。オッケー。まあ海がね、日本海側すごい綺麗なんでね。ちょっと普段瀬戸内でやってますけど、違い感じてしまいますね。友人らと来てますが、もう続々ヒット中ですね。ありがたいことに。もうかかりましたよ。もう前に投げれたら誰でも釣れるんじゃないかなっていう感じのレベルです。あら、フグちゃん、こんにちは。フグちゃん、あ、ハリスガジガジパターンですね。とても気持ちがいいです。あー、もうこんな感じで当たってきます、続々と。やっぱりもうキスだらけなんでしょうね、海の中。あー、楽しい。こんな感じ。何匹釣れるんでしょうか。もうすごいね。投げてさあ錆びこうと思ったらもうすぐ来てるんで、もうすごい。ああ、最高。このプルプル感がたまんないですね。はい、キス。一匹いってしまった。はい、よいしょ。やっぱりね、おっさんが出て結構時間出すと
じりじりと暑いっすね。まあ小型の魚を避けるという意味でもね、結構早く仕掛け動かしていこうかなっていう感じですね。はい、もうすぐそこです。ほんまに深井ちょっとウィッグつけたこっちが釣れました。あざっす。とにかく暑いけどむっちゃ当たる。もうすぐそこですよ。もう目と鼻の先で当たってます今。最終一匹めっちゃ小さい。大変なポイントです。さあコン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 ドアを叩くように引いている。さあ君の名は。そう、シロギス。よいしょ。これやばいな。はい、めっちゃ釣れました。キスの水族館ありがとう。え、タコも、タコもいるよベイビー。何時間ぐらい、2時間ぐらいやったんかな。ですかね、こんなもんかね。じゃあ7時ぐらい過ぎから始めたから、まあ2時間ぐらいで、まあタコとキスと釣れましたというお話ですね。実際やったら逃がしてるからな。うん、まあ途中からまた入れ始めたけど、ボコボコですわ。